午前9時ごろの JR 札幌駅では、最大10日間の大型連休になるとあって、ホームにはスーツケースを持った人などが多く見られました。桜見に行きます。五稜郭の。食べ物はちょっと合成にしたいと思っているので、移動手段とかちょっと歩きで行こうかなっていう。札幌着の在来線は今日がピークとなっていて、指定席の予約数は去年と比べて増加し 117% となりました。また新函館北斗駅でも帰省客で混雑しています。新幹線の帰省のピークは5月3日、 Uターンのピークは5月5日となる見込みです。